これより日程に従い一般質問に移ります。まず通告のありました丸山彩子議員に質問を許します。丸山彩子議員。おはようございます。社会民主党市民連合の一員として先に通告しました安全安心安定的な飲料水について質問します。私は港町で生まれ簡易水道の水を飲んで育ちました。小さい頃はお盆になるとどこの家でも大勢のお客様を迎え使う水の量が増え水道から出る水が細く少量になって洗濯に時間がかかったり大量に茹でるおそうめんを洗うのも大変でした。でも毎年のことで特に気にしたことはありませんでした。子どもたちの間で井戸や湧水などの家があってもそのことについて話題に上ることはなくどこに行っても蛇口から出る水はみんな同じだと思い信頼と安心感を持って飲んでいました。しかし平成23年11月、議員になり初めての市民との意見交換会で一期川東港地区を担当し飲料水について一期地区や港地区にさまざまな課題があることが分かりました。私は現状をよく知らずこんなに大事なことを知らなかったことに恥じりました。その後平成24年7月に港地区水資源問題に係る検討委員会の委員となり港地区の水道未普及地の現状を調査しました。また平成25年12月議会の文教構成委員会では給水施設等の敷設及び管理に関する事務について福島県から本市へ権限移譲されることに伴い会津若松市給水施設等の敷設及び管理に関する条例が制定され条例の対象外となる給水人口が50人以下の水道、井戸等について会津若松市飲用井戸等衛生対策要領に定めることの条例制定について審議するなど飲料水について学び考える機会が多くなりました。現状を知るために井戸や小規模施設を利用されている方のお話も伺いました。十分に間に合っているというお宅もあれば夏場は水が足りなくなって水汲みに行くことがある震災の時井戸が濁った水質があまり良くないから何箇所も井戸を掘ったことがあるというお宅もありました。また市の補助事業で水質が改善されたが水量が不足しておりさらなる改善が必要だというお話や補助事業を利用したいが地域内の合意がなかなか取れず悩んだというお話もありました。簡易水道や給水施設を利用しているところでは施設の老朽化や住民の高齢化が進む中で今後の管理に対する不安の声が出されていました。これらのことから飲料水について多くの方が何年も何年も悩み苦労されている現実を知りました。また市も計画を立ち上げながら実現には至らなかった経過があり模索しながら課題に向き合ってきたことも知りました。そして本市の市民一人一人に安全安心安定的な飲料水が行き渡るにはまだ時間がかかるのが現状のようです。私はまず施設ごとの課題地域ごとの課題それぞれを整理しその中で解決の優先順位を組み立て最終的に市全体の飲料水の在り方についての方向性を示し市民に周知していかなければならないのではないかと考えています。こういった背景から課題解決に向けた取り組みについて質問します。簡易水道、給水施設、一般飲用井戸等それぞれの安全安心安定的な飲料水とするための課題解決に向けた取り組みと今後の方向性を伺います。次に一般飲料井戸等の対策について6点質問します。
今年の2月中旬、水道未復旧地域にお住まいの方に話を伺っているとき、近所で今年の1月ごろから井戸水が出なくなり困っている家がある、なんとかならないかと相談を受けました。そのとき私が思い出したのは、平成24年12月議会の文教構成委員会での内容でした。会津若松市飲用井戸と衛生対策要領の対象となる飲料水を飲んでいる方々が、水質に不安を感じたときの市の対応について質疑があり、健康福祉部長からは、うちの水はどうもおかしい、変な匂いがするといった場合は、技術的な方も含めて、水道部と一緒に行って、採水して検査する、もし汚染されているような場合には、あるいは渇水になるといった場合には、積極的に私の方から給水車を持って行ったりして、給水をまずカバーします。単なる汚染か、恒常的に無理じゃないかとなったら、次の対策を地区の人と考える。これは当然、生活用水の維持というのは、健康福祉部に課せられた職務の一つですので、量、給水の代償にかかわらず、そういう手当てをする、これは当然のことかと思いますという答弁がされ、質問された委員の方も、全くその通りだと話されていた場面でした。早速、健康増進課に相談すると、早急な対応で飲料水が届けられ、委員会の内容通りの対応に感動しました。水道にすぐつなげる地域ではありませんので、解決までの継続的対応に期待します。しかし、この事例で残念だと感じたことがありました。井戸をお使いの方が市の給水支援を知っていれば、もっと早く電話をすることができたのではないでしょうか。相談窓口や緊急時の初期対応について、周知不足が懸念されます。そこで質問します。1、先ほどの事例の施設は、平成25年3月に定められた会津若松市飲料井戸等衛生対策要領の対象施設です。この要領では、水道法で規制を受けない水道及び小規模な貯水槽水道の総合的な衛生確保を図ることを目的としています。飲用井戸等衛生対策要領による衛生確保対策のための実態把握など、飲料井戸等の管理、水質検査、汚染が判明した場合の措置について、どのように行われているか伺います。2、市は飲用地下水調査事業として、5か所の水質調査を毎年行っています。また、平成21年には、77か所の水質調査を行ってきました。個人住宅の飲料井戸の水質調査は、設置者個人が行っていますが、長期間実施していない箇所もあります。そういった現状をカバーするためにも、市が行っている毎年の水質調査の範囲を広げる、または平成21年に行われた調査のような取り組みを定期的に行うといったことは、安全な飲料水確保のために有効だと考えますが、見解を伺います。3、飲用井戸等衛生対策要領には、水質検査の項目や汚染が判明した場合の措置など、設置者が行う総合的な衛生管理について具体的に記載されています。しかし、使用されている方のお話を伺うと、設置者にとって必要な情報が十分周知されていないのではないかと感じています。安心して飲んでいただくための基本的知識、適切な飲料井戸の管理方法、水質検査の方法などを記載したパンフレットの作成、配布など、分かりやすい情報提供が必要ではないかと考えますが、見解を伺います。4、汚染が判明した場合の措置として、原因の解決、継続的見守りが必要と考えますが、見解を伺いします。5、飲用井戸等衛生対策要領には、台風やゲリラ豪雨、異常気象による渇水、濁りといった緊急時などの対応は含まれていません。しかし、安全安心、安定的な飲料水を考えれば、緊急時における生活用水確保のための体制を整備し、設置者に周知することは重要だと考えますが、見解をお伺いします。6、市はこれまで平成19年度、水道未復旧地区に関する
アンケート調査を行い、平成21年には市内77カ所について水質検査を行っています。港地区においては平成24年10月から11月にさらなる現地調査が行われ、課題解決に向けた取り組みが進められています。これまでの調査から港地区以外の地域でも水質・水量の課題が認識されており、早急な課題解決が必要と考えますが、見解をお伺いします。次に、将来の望ましい飲料水供給の在り方について質問します。港地区水資源問題に係る検討委員会では、対象集落を現時点で市民が居住し、かつ会津若松市の上水道給水区域への参入が直ちに望めない港地区内の衛生的飲料水確保困難な集落とした上で、蛇口をひねればいつでも安全安心な水が出る状態を実現するため、市が地区の実情、住民の意向に寄り添いながら課題解決に向けて主体的に取り組むべきであるとの結論に至り、議会としての方向を示しました。このことは本市の飲料水すべてに言えることだと思います。水道をひねれば安全安心な水が出る状態、そして安定継続が望ましい姿ではないでしょうか。将来に向けた飲料水供給の在り方について、地域に特化した短期・中期・長期に分けた計画が必要であると考えますが、認識をお伺いします。以上、壇上からの質問を終わります。市長、丸山佐代子議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、安全安心安定的な飲料水についてであります。課題解決に向けた取り組みと今後の方向性についてであります。市民生活に欠かせない安全で安心な飲料水を確保するため、現在飲用井戸等を利用している給水施設未整備地区の早期解消を最優先として補助制度等を活用した給水施設の整備に取り組んでいるところであります。また既存の給水施設や簡易水道の中には排水管設備の更新にかかる費用が高額となる実態も踏まえ、今後策定する整備計画に基づき計画的に整備してまいります。なお、その他のご質問については主幹者よりお答えを申し上げます。健康福祉部長。お答えいたします。一般飲用井戸等の対策のうち、衛生確保対策の内容についてであります。市では飲料水の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置者とともに汚染の有無などの把握に努めており、汚染が判明した場合には汚染原因を究明するとともに、飲用の中止など利用者に対し必要な措置を講ずることになります。また設置者に対しましても、定期的な水質検査や適正な施設の維持管理について必要な助言を行っているところであります。次に、水質検査の範囲の拡大についてであります。飲用井戸等の水質検査は設置者が行うこととされており、市が行っている5カ所の水質検査は工場立地地区内の地下水の汚染監視のために実施しているところであります。また平成21年度に実施した水質検査は水道未復旧地区の状況を把握するために行ったものであり、今後とも設置者による定期的な水質検査が適正に行えるよう助言してまいりたいと考えております。次に、飲用井戸等設置者への周知についてであります。市では飲用井戸等から供給される水を安心して使用いただくため、設置者に対し、これまで基本知識や適切な維持管理、水質検査の方法等を周知してまいりましたが、引き続き分かりやすくきめ細かな情報の発信に努めてまいりたいと考えております。次に、汚染が判明した場合の措置についてであります。
汚染が判明した場合、速やかな飲用の中止と応急給水を行うとともに、上水道未整備地区におきましては、補助制度を活用し、給水施設整備へつなげるなど、地区の実態を踏まえた対応を行ってまいります。次に、緊急時等の対応についてであります。災害等による緊急時においても、安全で安心な飲料水の確保ができるよう、飲料井戸等の設置者や関係機関との連絡体制及び飲料水供給体制の構築に意を用いるとともに、設置者と緊急時における対応の共有化に努めてまいります。次に、港地区以外の地域の早急な課題解決についてであります。地区内における排水管の老朽化等の実態を踏まえながら、課題解決に向け、今後策定する整備計画の中で対応を検討してまいりたいと考えております。次に、将来の望ましい飲料水供給のあり方についてであります。審議会における決議や区長会等の要望を重く受け止め、将来にわたり市民が安全で安定した飲料水を利用できるよう、各地区の要望や実情に応じた整備手法をお示ししながら、施設整備を進めてきたところであります。今後とも水道施設未普及地区の早期解消を図るため、地区の皆様と共同のもと、策定予定である整備計画に基づき、水道施設の整備に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。丸山佐代子議員。はい、今ほどの一定の答弁をいただきました。まず将来の望ましい飲料、あ、違うな、すみません、まず一般飲料井戸等の対策の項目について、再度質問いたします。その中の、まずは、市が行っている水質調査の範囲を広げる、または21年に行われた調査のような取り組みについてやっていったらどうかというお話に対しまして、あくまでも、汚染のための調査であり、また水質はその設備性、今まで行われてきたことを改めて広める予定はないというお話だったと思うんですが、私は平成21年に調査をされた内容というのは、とても重要なものだと思っておりました。この中で思ったのは、21年度の調査というのは、水道未普及地すべての井戸を調査したものではなくて、地区の区長さんに代表的なものをサンプリングしていただいて調査したものです。そしてその後のアンケート調査を見ますと、水質検査をしたことがないという箇所もありました。確かに個人が行うべきものであるという先ほどの回答はございましたが、幼児、就弱している方、あと高齢者など、水系感染症の影響を受けやすい人はもちろんのこと、市民の健康保護のためには、きちっと公衆衛生上問題がないことを確認していくということが、市が積極的に行っていてはどうかということを考えますので、再度、見解をお伺いします。もう一つですね、汚染が判明したときの措置と、自然災害など緊急時における生活用水の確保のための体制整備ということで、2点、緊急時のお話をお伺いしましたが、飲用中止をまず押して、そして飲料用水を供給して、そして次に補助制度というお話だったんですけれども、水道管や施設の故障や破損でということの対策であれば、数日で解決できますけれども、浄水道へつなげない地域での水源の異常や渇水や水質汚染というのは、新たに井戸を掘るなどしない限り解決には結びつきません。しかし生活するためには、飲料水だけではなく、洗濯やお風呂など、多くの水が必要となります。これは早急の解決が望まれるものです。補助要項での対応ということになりますが、この早い対応が可能なのか、そのことを再度お伺いします。健康福祉部長。
2点ご質問をいただいております。まず1点目の水質検査についてのお正しでございました。議員ご案内のように21年度の水質検査はそれに続くアンケート調査と一体となって行ったものでございまして、これは市内全域をカバーするということで代表的なサンプリング調査の部分もありましたけれども、本市では初めてのケースだったのかなというふうに見ております。で、ここで判明した水質の状況、あるいはアンケートによって判明した水量の状況、これらを踏まえながらその後の個別的な補助制度による整備に結びつけていった経過も実態としてはございます。で、いずれも水質の状況を芳しくないところにつきましては指導、それから一部石畑地区等については塩素滅菌の手法による整備を行ってきた経過にございます。で、飲用井戸等は広範な部分ものが水源については含まれる部分ございますけれども、井戸等については周辺の環境に大きく左右されることから、そういった状況がない場合には21年度とそう変わらない状況で推移している部分があるのかなというふうにもちろん考えているところではございますけれども、例えばこの中にあっても利用者の方から水質の状況あるいは水量についてご相談があった場合には別途水質検査を実施する必要があるものというふうに考えてございます。で、2点目の汚染に関わる、飲用井戸等の汚染に関わるご質問でございました。当然その、飲用中止が前提になるわけです。で、今議員からお話ありましたように早急な整備と、これは私どももそれを当然する必要があるというふうに考えてございますが、今の制度においてはやはり共同での施設整備というものに限定されてしまいますので、こういったものはその井戸の状況、個数等々を勘案しながら今後十分検討する必要があるものというふうに考えてございます。以上でございます。丸山佐代子議員。はい。飲料水の定期的な検査について今ご答弁いただきました。課題があった箇所については別途水質検査の必要があるのではないかというの見解をお伺いしたんですけれども、ぜひ市主導、市が積極的にそういったことを呼びかけて、また積極的に行っていく、そういった方向でやっていただきたいと思います。で、今ほどの、補助事業の要項の関係なんですけれども、補助要領の関係なんですけれども、地域の実情というのはさまざまございますので、ぜひ柔軟な体制で行っていただきたいと要望いたします。次に、将来の望ましい地域に特化した短期、中期、長期の計画について先ほどご答弁いただきました。短期、中期、長期、そういったこう計画がをされるというお話ではなくて、整備計画に沿ったというお話をいただきましたが、私は地域に特化したその短期、中期、長期の計画が必要だということを取り上げたのは、水道未普及地の方の不安を解消したいと考えたからです。対象地域からは、毎年市に飲料水についての要望が出されています。市民との意見交換会でも同じです。現在、少しずつ改善が進められていても、将来に向けた計画がないことが大きな不安となっているのではないかと考えるところです。それぞれの地域の課題を整理し、その中で解決の優先順位を組み立て、計画を策定していく。計画策定には、現状の調査、要望事項の聞き取り、住民との協議など、大変時間がかかりますが、私はそこが重要なことだと認識しますので、長期に向けた計画は状況により変化することもあることだと思います。しかし、そういった計画を作るために地域と向き合っていただきたいと思いますので、再度見解をお伺いします。健康福祉部長。水道整備計画等に関わるお正しでございました。現在、
私どもで、まず25年度におきまして、水源調査をやってございます。で、2箇所ほどやってございますので、その結果を踏まえながら整備計画は作り上げるというふうな考えを持ってございます。で、その中にあっても 地区ごとにその水源の状況、あるいは給水すべき戸数等々違う要素がございますので、現在すでに一定地区においては地区に入らせていただきまして、協議を重ねてきているところでございます。で、こういったものを積み上げながら、整備計画に当然生かしていく必要があるということでございますので、順次、地区の方に入りまして、細かい協議をさせていただきたい。その上で計画を策定してまいりたいと、こんなふうに考えてございます。以上でございます。丸山佐代子議員。はい。整備計画を作るというお話ですが、やはり私はその目の前の短期、すぐ解決しなくちゃいけないことで、またその次の段階、そして将来の姿、それぞれあると思います。もう少しその長期、長い目で見た計画も策定されるべきではないかと思いますので、ぜひ検討いただきたいと思います。以上で質問を終わります。